どうも、世界各地の100億人の体の皆さん、おはようございます。今日好きなだけです。明日起こさないんで好きなだけ寝てくださいと言ったんですけど、さすがにの時間になったので今何時か分かりますか？朝10時ぐらい。もう午後1時45分ですそれはすげえ。ちょっとさすがにの時間なんでね、ちょっと僕も我慢の金子って言われてますけど、ちょっとさすがに起こしに来ました。はい。12時間寝たわ。12時間以上寝てます、多分。はい。もうカレー屋が閉まっちゃうんでね、ちょっと、はい。行かないといけないんで、早く。さすがに。ご飯屋さん。ご飯屋さん、行きましょう。はい。行ってきます。二度寝禁止ですよ。はい。行ってきまーす。どうもカナコです、今深夜の24時15分です。はい。今ね、西村さんがね、今日、まあね、遅めに起きたんですけど、ずっと一人で編集してます。はい。で、今日は一日パチンコ打つことはなかったです。はい。で、まあなのでエンディングトーク、そんな盛り上がる話はねえなと思ったので、僕が好きな万有さんが面白い企画やってて、何を言ってもしりとりで返すというのをやったので、まあ、帰ってきてエンディングトーク撮るときに、ずっと西村さんが言った語尾をしりとりで返していきたいと思います。まあ、それも盛り上がるかわかんないですけど、はい。で、西村さんは多分、毎日の報告動画見てないんですよ。うん。なので、今日からエンディング報告動画、はい、しりとりでやって、いつ気がつくのかというのをやってみたいと思います。はい。なので皆さんコメントとかにね、それ書くと、あ、ちょうど帰ってきた。気がついちゃうので、書かないでください。いいですか？これ狙ったじゃないですか。はい。行きます。あら、どこだ？あ、どちら様ですか？ウーバーイーツです。あ、ウーバーイーツですね。いいよ。ちょっと今知りたいんだけど。やろう、大丈夫かな。あ、解除だったんだ。あ、どうかな。今ちょっと知りとり返すの忘れちゃいましたけど、帰ってきてエンディングトーク撮るときから、始めます。はい、そんな感じです。どうも、今日の結果報告していきます。スタートしましたね、スタートしたの。何が？頑張っていきましょう今日もね、どういうこと、はい、おう、頑張るか。今日？今日？頑張るの？意味わかんない。なんだなんだ。はいはい。今日の報告でしょ？そういうことですね。そういうことだな。そういうこと。よくな、え？いいよ。はい。いい、きますよ。いいよ。よーし。今日は何がありましたか？今日ね、まあ今日やったことといえば、まあ編集だよね。ね。ね、うん、編集やって、うん、タグをなんか付け替えたりとかして、YouTube 検索対策ね、やったりとか、ガストで飯食ったりとか、か、うん、カレー食ったりとか、いろいろしましたね。ね。楽しかったですね。楽しかったな。ナイス。ナイスな一日でした今日も。こ
これ何なの、リアルに何か何喋ろうか迷ってるからそう言ってるのね。とりあえずテンションでごまかそうみたいな、そういう感じ今じゃないですよ。なんでワンテンポ遅いのさっきからね。わけわかんない。グダグダだな。何何どうしたの、何があったのねえ。ギブアップです、これはギブアップしますよね。ちょっと何、西葉さん来る前に動画撮ってて、はあ、パチンコ打ってないので、はあ、万有さんがね、うん、相手が言ったことを最後の文字をしりとりしていくっていうのをね、今日ネタラリーでやっていきますって言ったんですけど、はいはい、でギブアップしたのかって。すごい、あの二人すごいですよ皆さん。あ、そうなの、もうすごいスピードでボン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 返してましたからね。いやもう全然言葉出てこなかった。もう瞬1分でギブアップしちゃいましたね。でしたな、はい、本当はね今後もずっと西葉さん、このね報告動画見てないので、はあ、気づくまでずっと毎日投稿してきますってさっき撮ってたんですけど、はあ、まさか1分にギブアップするとは。ダメでしたね、難しい語彙力、自分の語彙力のなさに驚いてます。まあ難しいよね。てか最後にうんとかなったらどうするの、万有さんはうんとかうんって変えないとかだな。はい、ワンテンポ遅れるでしょ。でも遅れてなかった。あ、そう、すごい、うん、すごいね、すごいですね、すごいですね、うん、ちょっといいトレーニングになりました。ノートレ的な、いいんですよ、そういう動画を見たいチャンネルじゃないんですよ別に。なんでこんなバカな企画やってるんですか。何ブーメラン、ブーメラン。特大ブーメランじゃん、そんな。はい。まあね、今日は行かなかったんですけど、はい。はい、まあ年末年始でも、まあ世間はね、パチンコ回収ってイメージありますけど、うん、今僕らがいるエリアで、全然打てるんじゃないかと、うん、いうふうに思うんですよ、僕は。はいはい。はい、しかも、西村さん、編集して、僕最近帰りましたけど、うん、近くの駅のね、うん、お店チェックしに行ったんですよ。お、そこからも全然打てるレベルだなって正直思いました。あ、そう、うん、ただ設置レースが少ないんでね、あんまり僕は行きたくないなと思ってるんですけど。はいはいはい、はい、なるほどね、それはいい情報だね。うん、うん、はい、そんな感じです。はい、はい、企画はいっぱいしちゃいましたね。またなんか面白い企画を思いついたら勝手にやっていきます。はい、させてください。はい、じゃあバイバイ。